はい、次のセッション、我々はどのように協調化を失敗したのか、ケンジさん、よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。あぶね。おはようございます。我々はどのように上昇化を失敗したのかというお話をさせていただきます。ケンジスカイウォーカーです。よろしくお願いします。今日は、ある思想を持ってシステム構築をして失敗したお話をさせていただきます。よろしくお願いします。一応20分なんですが、前回のカンファレンスでは半分で終わってしまったりとか、あと今回156枚作ったんですけど、それはもう絶対に終わんねえだろみたいな感じで言われてるんで、ちょっと頑張ります。では早速始めます。今日話すことは、挑戦したことと冗長化とか、レディスコンサル、MySQL、コンサルテンプレート、ホストとか、クラウド対応で、まあ冗長化が終わったっていう話です。で、挑戦したことなんですが、またこれなんですが、式年遷宮インフラストラクチャーですね。で、なんかそもそも式年遷宮とは何ぞやって話なんですが、定期的に遷宮することですって。遷宮っていうのは建物を作る感じです。まあ、そんな感じで大丈夫です。で、なんでそもそも式年遷宮っていうのがあるのかっていうのは、まあ少々由来があるんですけど、個人的にはすごい好きなのはこの2つで、正常さを保つことと、あと技術の伝承することで、技術を伝承するってことは、その物が壊れたとしてもまた作り直せるっていうことを目的としていて、じゃあなんかこれってなんか完全に長期的なものづくりの発想だよなっていうことを感じました。で、じゃあその式年遷宮とウェブサービスなんですが、ちょっと去年訳が分からなかったと思うんですけど、一応物はぶっ壊れるから、ぶっ壊れる前提でシステムを作りましょうみたいな話をしたつもりだったんですけど、ちょっとよく分からなかったんですね。すいません。で、一応なんか物が壊れる指標とかいろいろあって、まあ、よく有名なのがこの MTBF とか MTTR とかいろいろあるんですけど、まあ、要はウェブサービスっていうのは基本的に絶対に動き続けてほしいのと、で、必ず動くものは絶対にぶっ壊れるっていう、この2つの矛盾を、まあ、両立しなきゃいけないよねっていうことです。で、この2つの矛盾を両立させるためには、まあ、1つの方法として冗長化がありますと。で、まあ、冗長化特に説明する必要ないかとは思うんですけど、その可動域を複数持たせたりとか、待機を持たせたりとかして、まあ、その動いてるものが止まってしまったとしても、遷移してそのサービスが継続するようにすることですと。で、ただ経験上の話なんですが、この異常が発生したときに自動的に稼働しているものが動く場合って、大体その動かないですよねっていう話なんですね。大体動かないです、これで。まあ、じゃあ常にその稼働しているものと体系をちょくちょく入れ替えておけば、万が一本当にやばい時でもちゃんと遷移するんじゃないかなっていうことに気がつきました。で、それってまあ式年遷宮なんじゃないのっていう話で、この思想ですね、式年遷宮インフラストラクチャーかっこ正常時も常に稼働形を切り替えるっていうことで挑みました。で、構成としては特に難しいことをやってなくて、まあ、ウェブサーバーが複数であって、そのウェブサーバーの各機能が0102で動いていますと。で、それぞれ冗長化されていますと。で、データベースは MySQL を使っていて、マスタースレーブ構成で運用していますと。で、それぞれパブリック・プライベートが VPN でつながっています。で、ウェブサーバーにはエンジン X とレディスウェブアプリケーションが乗っかっていて、レディスはマスタースレーブ構成で動いています。特に難しいことはやってません。で、この構成で式年遷宮を実装する場合の課題なんですが、このマスタースレーブ方式をどうやって切り替えるかっていうことですね。で、まあ、結局これ失敗しちゃったんですが、まあ、どういうチャレンジをしたのかっていうことをここでご紹介いたします。で、まあ、レディスなんですが、レディスはレディスエンジニアルを使います。
で、レディース戦っていうのはなんか基本的に3台ありきで、まあ、スピリットブレインを防衛するためなんですけども、でまあその3台ちょっとやりたくないなと思って、まあ、その可用性を持たせるためになんかあまり複雑なことはしたくなかったんで、まあ、ちょっとどうにかしたいなと思って、でまあ台数2台のままセンチネル入れちゃおうって思いました。まあ、大規模サービスじゃなかったんでねっていう話なんですが、でまあマスターにセンチネル1台置いて、スレーブにセンチネル2台置いとけばまあ一応3台になるよねっていう雑な発想でやりました。で、これちょっと一個問題があって、マスターが遷移するとそのスレーブだったやつが動くんで、そのマスターが遷移した際にセンチネルの数を修正しなきゃいけないところがありますが、まあどうにかできそうだなって思いました。で、じゃあ実際にこれ遷移した時なんですが、あどうやってアプリケーションにこの遷移したことを教えようかなって考えた時に使ったものが、このコンサルっていうハッシュコープのプロダクトです。で、コンサルとは、昨日の藤原さんの素晴らしいスライドをご参照してくださいっていう感じで飛ばさせていただきます。で、今日はコンサルとはいい感じに DNS レコードを返すものっていう認識さえしていただければ大丈夫かと思います。いい感じに DNS レコードを返すです。で、このコンサルを利用してレディスのマスターが遷移したことをアプリケーションに知らせたいなというところで、まあ、いい感じな DNS レコードを返すための設定例ですが、ちょっとこれちっちゃいし見づらいと思うんで、さっきスライドスピーカーデックの URL を送ったのでそっちを見ていただければと思います。一応何やってるかっていうと、レディスのマスターの DNS が複数の IP アドレスを返していないこと、自分のサーバーでレディスが動いていること、でその動いているレディスはマスターであることの3つが担保できたら、自分自身の IP アドレスをそのマスターの DNS レコードにしましょうっていう設定です。で、まあ、コンサルにはちょっとこんな感じで書いてあって、で、まあ、そんな設定を入れるとマスター .foo-release.service.dc1.consul みたいな長いやつが入るようになります。で、じゃあこれ使ってどうやって遷移するかっていうと、まあ普通に動いてるときは11番を見ているとします。で、11番のレディスのマスターが、落ちたときはもうレディスに接続できなくなるため名前解決ができなくなります。で、センチネルがフェイルオーバーして新しいマスターに切り替えたときに、そっちの新しいマスターの IP アドレスを解除になりますっていう仕組みです。こうですね。で、ただちょっとこのやり方汚くて、スレーブが常にフェイルした状態になってしまうんですね。なんでちょっとこの辺のステートメント系の知見のある人はちょっと後で教えてください。で、あともう一個問題があって、コンサルが8600ポートで動いちゃうんで、その8600ポートに向けなきゃいけないんですけど、それは DNS マスク使ってよし何やってねっていう感じです。設定例ですね。で、まあ、ちょっと雑ではあるんですが、レディスの上場化は大丈夫そうだな。で、次は MySQL です。で、 MySQL は GTID と MySQL フェイルオーバーを使って実装しました。で、 MySQL フェイルオーバーと何ぞやっていう話なんですが、MySQL が提供している MySQL ユーティリズっていうものがあって、で、その中にある便利コマンドの一つ で、他にも MySQL レプリケートなどのコマンドが入っていますと。興味ある人はちょっと見てみてください。で、 MySQL フェイルオーバーを利用することで、まあ、障害時にマスターが切り替わるようになります。で、ただこれも同じようにどうやってアプリケーションに通知するかっていうことが課題になるんですけど、まあ、そこでもやっぱりコンサルを使います。で、 MySQL フェイルオーバーにはすごい便利な機能があって、機能じゃないかな、まあ、遷移実行前に Before Exec と遷移実行後に After Exec って任意のコマンドが実行できるんですね。なんでこの機能を利用してコンサルで DNS レコードを操作してみましょうと。まあ、ということで、まあ、どんなスクリプトでもいいんですけど、Register MasterDB みたいなやつを作っておいて、まあ、遷移前にマスターの DNS レコードを消します。で、遷移が完了した後に Register MasterDB みたいな感じで、ちょっとスクリプトの名前があまり来てないですね。まあ、マスターの DNS レコードを登録します。で、ちょっと分かりづらいと思うんで、さっきと同じようにフローを出すと、マスターに問題がありましたってなって、フェイルオーバーをするって決まると、
ビフォーアイルベックが走ってでデリジスターされてアーサーの IP アドレスが消えます。でペイルオーバーして、ペイルオーバーが完了した後に新しいアーサーの IP アドレスがその DNS レコードで返るようになりますと。でまあこれで ASK の上場が一旦完了だなと。でここで課題なんですが、このコンサルに結構重要な DNS を持たせすぎたために、コンサルが死んだらサービスが死んでしまうっていう、ちょっと怖いなっていう状態になってしまったので、まあ、どうしようかなって考えた時に、あ、ホストに帰っちゃおうみたいな発想になりました。多分何人かいると思います。でまあこれどうやってやるかっていうと、コンサルテンプレートを使います。コンサルテンプレートは、コンサルが管理しているディネスレコードをファイルに書き出して、でコンサルに変化があった時に任意のコマンドを実行できるツールです。でこれどうやって使うかというと、こういう設定ファイルを置いといて、で、まあ、こんな感じにテンプレートを書いておいてやると、こういうホストファイルができます。でコンサルテンプレートもコンサルもデーモンで動かないんで、自分でデーモンツールズやスーパーバイザーなどを利用して動かしてください。でまあこれ完全にイメージ映像なんですが、こういう設定があって FUUP02 を落とすとこんな感じにいけます。こんな感じで便利ですねと。でこんなツールを使って、まあ、上場化できたかなって思ったんですけど、まあ、そもそもとしてダウンタイムが担保できてないよねっていうことで、ちょっと全然いけないんですが、ちょっとこの辺の知見のある人は教えてください。でまあいろいろ考えてるんですが、結構そのリリースの時にメンテナンスが入る予定だったんで、まあ、その時に遷宮決めればいいかなっていう感じでした。でそれでまあそもそもなんですけど、プロジェクトがだいぶ炎上してて、で負荷テストや結合テストが全然できてない状態だったんですね。で本題に入ります。まあこの状態で我々はどうやって失敗したかっていう話なんですが、まずさっき設定したホストなんですが、多分お気づきの方はもう気づいてると思うんですけど、ホストって上から舐めてって、もう見つかったらすぐ返しちゃうんです、ね、でなんで内部通信も01にしかいかなかったんです、ね、まあこういう感じです。1-0-2-11と12に風アップを設定しても11にしかいかないっていう状態になります。うわっちゃーって感じだったんですけど、まあ、NS スイッチが便利でしたっていうことで、まあ、全サーバーに DNS マスクが入っていたんで、この NS スイッチを、まあ、こうですね、ファイルよりも先に DNS を抜きに行くようにして、まあ、内部通信がどうにかラウンドロビンされるようになりましたと。これ知ってる人何います？すげえな。で次に MySQL フェイルオーバーの問題なんですが、これ、まあ、MySQL フェイルオーバー自身の問題じゃなくて、 MySQL フェイルオーバーがなんかヘルスチェックがちょくちょく失敗したんですね。でうわっと思って、で MySQL フェイルオーバーの仕組みって、ヘルスチェックでは小データベースを実行して、であれダメだってあったらピンを3回打つようになってます。でこのピンの3回は完全にハードコードされています。でステージングでダメしたけど全然こんなことなかったのに何なんだろうみたいな感じになって、でこのハードコードされているところを書き直すかなっても考えたんですけど、ちょっと原因が分かんないので、もうこれやめようと、自動遷移をやめましょうってなって、まあ、レディスも含めてちょっと一旦自動遷移をやめました。まあそういうオチなんですね、大体幻となりました。でまあ原因なんですが、まあいろいろあったんですけど、まあ、VPN がおかしかったんですね。さっきのパブリックとプライベートをつないでる VPN だったんですけど、なんかいい感じになんか日本全土回ってる感じになってて、で嘘でしょみたいな。で直した後の結果なんですけど、マジかみたいな。ちなみにこれ私全然気づかなくて他の人に言われたんですね。で OK ですねって。でもう一個謎のスロー経理があって、もう完全に同じクエリを発行してるのに、なんかやたら時間によってめっちゃ遅いやつがあるんだっていう感じになって、じゃああれこれもしかしたらめっちゃ雑だけど、クラウド上のホストの IO は忙しいんじゃねみたいな雑な発想でクラウド業者にお願いしたんですね、移動。でその結果はこちらですね。完全に
よっしゃっていう感じで。でまあそれは副次的な原因で、まあそもそもクラウドサービス自体がちょっと始まったばっかりであんまりネットワーク安定しなかったっていうところがあったんですね。まあもうそれはしょうがないなっていう感じで、でまあよくわからんタイミングで遷移されても困っちゃうなっていうことで、まあもともとなんでこれやろうかって思った時に、その障害が発生した時のつらみを減らしたかったので、まあ指導タイミング指導で切り替えするにしても、まあその指導の切り替えにヒューマンエラーとか起こらないように、まあ、頑張っていけばいいかなっていう感じで一旦結末を迎えました。でそしてまあプロジェクト自体はまあめっちゃ炎上者がリリースして、まあレスポンスタイムがめっちゃ遅いとか N プラス1がめっちゃ出てるとか、そもそもそれ要求にあったみたいな動きをしまくっていて、もう迫り来る圧倒的成長機会に感謝しながらも返しようみたいな感じでしたっていうことが今回の失敗のお話でした。で一応まとめなんですが、まあどれだけ炎上してても、まあ、ステージングの負荷テストだけで気づけなかったところがとかがあったんで、まあ、リリース直前までも炎上したとしても絶対に本番環境と同等のシステムで負荷テストをしないと結構気づかないよねと。であと結合テストがもし難しい場合は個別にテストできるようにしましょうと。で外部依存のところがあるんだったら仮のレスポンスでも奥でも何でもいいんで、その機能ごとにレスポンスをチェックするようにしないともう困っちゃいますよねと。でまあ自分が使いたくないとか使いたいとか全然そういうのは関係なく、使うことになったんだったらもうちゃんと定期的に検証しようと。もう期待するのはやめてちゃんと計測しましょうと。でもし自分がチャレンジするんだったら徹底的に検証しましょうと。でまあそもそも使えるんだったら手に馴染んだものを使いましょうと。まあ当たり前のことは当たり前に正しく行うっていうことが、まあ、今回の学びでした。まあ本番環境はお前のサンドボックスじゃねえみたいな話ですねまあこんな話をしている中でも我々の稼働率の高いは続いていくという感じで、顧客へ価値を届け続けましょうみたいな感じですね。で次回予告ですが式年遷宮インフラストラクチャー3部作最終章がついに完結編が出ます。クラウドの中心で式年遷宮を叫んだ若者作ってますんでよろしくお願いします。続きます。以上、ご清聴ありがとうございました。はい、では何か質問ある方はいらっしゃいますか。その上場化はリリース後にやめたのか、はい、リリース前にあこれダメだわってなってやめてリリースしたのかどっちなんでしょうか。めっちゃ鋭い質問ありがとうございます。リリース前に冗長化やめたのか、リリース後に冗長化やめたのかの話ですが、リリース前に冗長化はやめてもあります。じゃあ手動でまだ切り替える機会は起きてないんですか、リリース後で。あ、そうですね、手動で切り替える機会はまだありがたいことに起こっていません。ありがとうございます、はい。まあ、ちゃんとその手動が動くんかいみたいな話はありますけどね。はい、他に何かありますか。結構いっぱい話したと思うんで、なんかよくわからないみたいな質問も大丈夫ですよ。はい。フェイルオーバーのところのお知らせで、はい、最終的には使われてないということなんですが、はい、DNS で切り替えるっていう手法を選ばれたのは何なんでしょうか。はい、フローティング IP みたいな感じで、ね、ああ、はいはいはい。アドレス切り替えた方がもうちょっと自然に切り替わるのかなと思った。いや、間違いなくごもっともなお話で、もうこれは完全に私がちょっとやりたかったっていうで失敗してるみたいな、そういうとんでもないお話なんで、基本的にはその多分使い古されている方が良くて、なんか、例えばハートビートとか LVS とかそういうのを使った方が多分安心はできるかなとは思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他に誰かいらっしゃいますか。ありがとうございました。その、上場化はとりあえず、まあ、していなくて人でということなんですけども、はい、その後、何か新たな上場化の取り組みをしているのかとか、しているんであればどういうことをされようとしているのかというのがあれば教えてください。上場化の取り組みですね。
今ちょっとさっきの三部作の最終章を作っていて、まあ、結局これ自分でやることじゃねえなってことに気がついて、そのまあ DB とかレディスとかその辺は全部外部のサービスに投げちゃおうっていうことを今考えています。ありがとうございます。あんまり自分でやることじゃないですねこれは。他に質問ある方は。まあ、先ほどの質問の絵の答えで、はい、まあ、AWS とかそういう変えたものの方がいいんじゃないかみたいな話があったと思うんですけど、はい、まあ、例えばコンサルだとその AWS だと、まあ、AWS 自体が、まあ、その障害に転移してしまうとか、そういう話に対して、まあ、コンサルなら、まあ、例えばマスターのロードが死んだとしても、まあ、切り替えるとか止まるとか、そういういいこともあるかと思うんですね。それで、はい、まあ、そういうなんかコンサルの方が これに関して圧倒的に良かったぜみたいなのがもしあるとしたら。あ、なるほど。コンサルの利点ありがとうございます。基本的に昨日の藤原さんのセッションを聞いた方も分かるかと思うんですけど、コンサルってまずずっとプロダクション環境で使っても落ちなかったんですね。あとそれ自体がシングルポイントにはなることはなくて、さっきのホストに書いたっていうのも、まあ、結局ビビってああいうことをしただけで、まあ、コンサルで返してもレスポンスしてもそんなに遅くないですし、まあ、問題なくて、で逆にその、まあ、なんか機能を置いたとしても、その機能の冗長構成を担保しないといけないことに関しては、コンサルだともう全員がそれを担保している状態なんで、まあ、その障害に関してはだいぶ強いのかなっていうのは印象にあります。なので、おっしゃられたことがまさしくごもっともって感じです。ありがとうございます。はい、あと付け加えるとしたら、まあ、今回はああいうことにしか使ってないんですが、まあ、いろいろキーバリューとか、まあ、ノードの管理とかいろいろできるんで、まあ、そういうこといっぱいやりたい人だったらもう特にコンサルは全然使えるんじゃないかなっていうのは印象にあります。はい、他に質問のある方はいらっしゃいますか。あ、すいません、今向かってます。はい、ネットワークが悪い中でもコンサルのクラスター正常に、稼働し続けたんですが、はい、結構リーダーとか、スイッチが起こるような気がするんですけど。あ、そうですね。それで言うと、まあ、そもそもネットワークが、サーバー、昨日のコンサルの説明を聞いてない人にコンサルのざっくりとした説明をすると、サーバークライアント方式を持っていて、でサーバーは大体最低でも3台必要で、そのサーバーがレスポンスが悪くなると別のサーバーに切り替わるっていうことが必要になります。でそれでいただいた質問なんですが、ネットワークが調子悪くなるとそのリーダーがポツポツ切り替わるんじゃないのかっていう質問なんですが、これはめっちゃ切り替わってて、でそもそもなんですが、これやっちゃいけないパターンとして、サーバーはなるべくその IO の負荷がかからないところに置いとくべき で自分がやったのってアドミンサーバーとかに置いちゃってて、でめっちゃ IO の負荷がかかったんですね。なんでそもそもそのコンサル自身がこれダメだとか言ってめっちゃ切り替わってたんですけど、まだプロダクションにリリースする前だったんで、まあ後々気がついたところなんですが、まあそういうサーバー自身の管理とかはちょっとしっかりしないといけないのかなとは思っています。じゃあ今はリーダーになれる、はい、労働をリミットしている感じです。そうですね。はい、あ、それで言うとめっちゃ大事な話なんですが、今コンサルは本番環境で動いてません。まああれでそもそも動かしてたらちょっと危ないですよねって話なんで。そうです。まあ今ちょっとまたステージング環境でもう一回いろいろチャレンジしているところではあります。ありがとうございます。では最後に質問を。私が本番環境で使ってないだけであって別に普通に使えますからね。あ、すみません。はい、コンサルの他にも、はい、なんかエトセビーとか、なんか、まあ、ズーキーパーは使われるかもしれないですけど、はいはいはい、あると思うんですけど、こうなんかコンサルが魅力的に映った理由とか聞いてもいいですか？ああ。ちょっとリスクを犯しても、ちょっと検証したと思うんですけど、はい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 、どういう魅力だったかっていう。そうですね。DNS のインターフェースとかなんですかね。あ、そうですね。
コンサルがあってその方法を選んだっていうよりかは、その方法をどうにかして担保しようとしたときに、まあ、コンサルが一番合ってるかなって思ったのと、あとそもそも自分自身として、まあ、パッカーとかあの系のハッシュコープのプロダクトを使ったんで、まあ、あそこが作ってるんだったら動かせるだろうっていう判断がありました。はい、ありがとうございます。はい、では、ケンジさん、ありがとうございました。ありがとうございました。